こんにちは猫のイヤフォン買いましたワイイヤレスタイプですまだ設定はしていないのですがどうやら電源が入るとミャーって聞こえるようです。かわいいよね。これは9月の誕生日のプーちゃんにプレゼントしました。まだ設定していないのでそのミャーって鳴くようですけれども自分でも欲しくなっちゃいました。買っちゃおうかな。今日も アセンブリーアプリを使って遊んでみようと思っています。インストールしてから7日間の間だけが無料で使えるアプリです。その7日間で楽しめるように案内させてください。すでにインストールした方申し訳ありません。案内の動画がその期間で間に合わないことも申し訳なく思っています。ごめんなさい。 二等辺三角形や長方形を使って色鉛筆を作成しますすでにアセンブリーアプリは起動していますニュープロジェクトの中の 1×1 をタップしますキャンバスが表示されました画面の下この上向いたちっちゃい三角のところをタップすると図形が表示されます今回はここの 図形を使っていきますこの長方形をタップしますではサイズ変更しましょう右角上の白い丸に指を合わせてドラッグして大きくしますそうですねこれぐらいでいいかな右の横複製でタップしますではここ長さを調整しこれがおっと,っと <laughs> これが 色鉛筆のボディになりますではグループ化しましょうこの左上あたり長押しします2秒ぐらいでいいんじゃないかなそのままドラッグしてあげて2つの図形を選びます今2つの図形に枠の線がついていることを確認して指を離します左下のグループのボタンをタップしグループでタップします では色変更していきましょうここですねタップしますカラーのウィンドウが表示されます今日は緑色の色鉛筆を作ろうと思っていますので緑色のところでタップしますこの三角形の形の中を指でドラッグして色合いを調整しましょうそうね今日はこんな色にしようかな好きな色のところまでドラッグします ではこのまま右横にある複製ででタップしますではこのまま右の方に持ってきます。見えないからね同じ色だからね。だいたい3分の幅3分の1ぐらいになるような感じのサイズでいいかな。これぐらいかな。では色変更しましょう。緑でも 薄い緑にしたいと思いますのでこのまま三角形のところに指を置いてドラッグして薄めの緑にしましょううーんこっちかなこんな感じ最初の緑色のところに持っていきますこんな感じですねこのままの状態で右横の複製でタップしますじゃあここつなぎ合わせたいからこれぐらいかなはい でも少し足りませんね。もう一度複製をし足してあげてください。こんな感じです。色鉛筆の先っちょのところを作ります。この三角形をタップします。ちょっと同じ色なので見えないので右の方に持ってきます。ではここは木の素材になりますので木の色はどんな色かな じゃあこのオレンジ色のあたりでタップしてあげて少し三角の中をドラッグしてこんな色かな好きな色でいいと思います右角上の白い丸をドラッグしてあげてここに持ってきます先ちょがはみ出ちゃいましたねではこしましょう左上2秒ぐらい押しときます ドラッグしてあげて選択しそのまま下へドラッグして移動します少し大きかったので右角上のここに下ろします白いハンドルをドラッグして小さくしましょうまとめてサイズ変更ができますでは真ん中に配置しようかなこんな感じですこうしてあげることによって後からサイズ変更もできます ちょっと大きすぎましたので今小さくしました。何もないところでタップしましょう。こんな感じです。ではここ三角形のところでタップし、複製したいので右横の複製でタップします。では芯を作りますので緑でタップして緑色に変更します。サイズが大きいので小さくしましょう。白い丸をドラッグしてあげてね。 ほとほと,とこんな感じかなはい。緑色の色鉛筆の出来上がりです。では何もないところでタップします。どうですか可愛らしくできたんじゃないかなではもう一本色鉛筆を作ってみようと思っています。最初に作ったのはこの濃い緑のところですので、この濃い緑のところでタップしましょう。選択されたことを確認し、 右の横複製をタップしますでは右にドラッグしてみて配置しますこの辺かな <laughs> 色を変更しましょうそうですね今日何色にしようかな黄色にしようかなでは黄色いところでタップして黄色になります三角形のところに指を置いて好きな黄色に変更しましょう明るい方がいいなこれぐらいでどうかな 薄い緑色の長方形をタップしますまた複製しましょう複製でタップですえ見えるように黄色い方に持ってきますではこの色を変更したいのでまず黄色の色でタップし白っぽい黄色にしたいので三角形のところをドラッグして色を変えますはいこれぐらいかな 自分でいいなという色にしてあげてくださいねでは今日はこの色でいいと思います複製でタップしますではドラッグしてあげて足りませんのでもう一度複製でタップしてはいこれで黄色い鉛筆のボディが出来上がりですでは緑色の鉛筆の 木の素材のところをタップします。二等辺三角形のところだね。右横の複製でタップして黄色い色鉛筆の方に持っていきます。緑色のちっちゃい三角形のところをタップしまして複製でタップします。黄色い色鉛筆のところまで持ってきます。これ黄色に変更しましょう。この黄色です。タップします。 何もないとこでタップします。どうですか黄色い鉛筆が出来上がりです。では、左側し空いていますからもう一本練習で作ってみましょう。長方形の緑の濃いところでタップします。複製でタップして左へ持っていきましょう。空いてるからです。では、今度は赤にしましょう。赤でタップします。三角形のところから自分で 良さそうな赤でタップしましょう。目が覚めるような赤です。緑色の長方形の薄い色をタップし、複製でタップします。赤い色鉛筆の真ん中に持ってきましょう。では色変えます。さっき使った赤ここにありますからタップして、薄めの赤に三角形のところから色変更します。 こんな感じでいいかなではこのまま複製でタップしますではここのところ調整して長くしていきます足りませんのでもう一度複製でタップしますはい、えー、こんな感じです緑色の色鉛筆の大きい三角形ねタップします複製でタップします赤い色鉛筆の方に持っていきます よいしょなところかな。はい、えー、緑色のじゃあ三角形でタップします。複製でタップします。赤い色鉛筆の方に持ってきます。芯は赤にしましょう。ではここ赤い色のところでタップします。はい何もないところでタップしてどうですか？3色の色鉛筆の出来上がりです。 出来上がった色鉛筆はそれぞれ赤、緑、黄色の色鉛筆です。それぞれを個々にグループ化しておきましょう。では、左上、2秒ぐらい押していただいて、点線の中に収まるようにドラッグします。では、左下のグループのボタンをタップし、グループでタップします。では、一旦何もないところでタップします。 緑色の色鉛筆もグループ化していきましょう。左の上2秒ぐらい押していただいてドラッグします。この時に赤い方にもハンドルがついてます。これだと2つのパーツが選ばれてしまうんですね。では一旦何もないところでタップします。もうちょっとこの辺。ギリギリのところでいいと思います。長押しします。ドラッグすると今度は 緑色の鉛筆だけが選ばれます。指を離して、左下のグループタップし、グループ、グループ化します。では何もないとこでタップします。左上、そうですね、なるべく黄色い色鉛筆のそば、もうギリギリそばぐらいでいいと思います。長押しします。ではこのままドラッグして、どれに、 枠がついているか、どの図形に枠がついているかで今どれを選んでいるかがわかりますのでよく見てあげてくださいね。指を離します。では左下グループ、さらにグループでタップしてグループ化します。何もないところでタップします。こんな感じに可愛らしく色鉛筆ができました。 このアプリ、文字を入れるためにはサブスクの契約が必要になりますので、このままこれを保存し、ポンとアプリ等を使って文字を入れていただくと可愛く仕上げることができるんではないでしょうか。ぜひチャレンジしてみてくださいね。このアセンブリーアプリはインストールしてから7日間だけが無料で使えるアプリでした。その7日間、 いろいろな作品を作って楽しんでいただいて、アセンブリアプリってこういう風なことができるんだと感じていただければいいかなと思っています。1週間の間で私の動画の方が追いつきませんけれども、どんなものができるか楽しみにしていてくださいね。7日過ぎてしまうとこのアプリは使えなくなってしまいますので。ではこのまま保存していきましょう。 左上の3本線みたいなところをタップし、セーブイメージでタップします。iPad の写真にこれで保存されました。左側のメニューを消すために何もないところでタップします。ご視聴どうもありがとうございました。また iPad で面白そうなこと、楽しそうなこと、ご案内できたらいいなって思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 ではまたお会いしましょうね。またね。バイバーイ。